はいどうも、田中剛治です。えー、今日はですね、数日前、あの、段野村さん、えー、野村克也さんがまあ亡くなって、野村克也さんの、えー、息子さんの段野村さんが、えー、ツイッターでね、えー、自身の、えー、お父さん野村克也さんのですね、えー、遺体を、えー、ツイッター上にアップしたということで、まあ、えー、賛否、物議をかま、こまし出してるってことなんですけど、まあ、例えばね、 ね、これで賛否が起きているっていうこと自体は俺からしたらもう、なんだろう、違和感しかないんだけど、その、野村勝也さん自身が、えー、アップしてくれ。 言うんだったたらまた話は変わるけど、まあ、俺も息万が一ね万が一じゃあ俺が超有名人になりましたってなってで俺の意向もなく、まあ、俺の葬儀の時にね息子が勝手にそうやって SNS にアップされた俺はものすごく嫌だし中にはアップしてくれっていう人もいるだろうけど野村克也さんも多分そういう人ではなかったと思うしねあの壇野村さんはアホなのかなと普通に考えて。 うん、思いました。あのー、やっぱ葬儀ってさ、すごくプライベートな空間じゃんうん。で、大体の人はさ、家族とかにさ、あのー、まあ、しんみりというか、えー、静かに、安らかにやっぱあの世を送ってほしいなと思う人がもうほぼほぼだと思うのよね。うん。そうね、あのー、正直、それで、なんだろう、うこういう形があってもいいじゃないみたいなことを言ってる人もいたけど、 それはもう筋、筋違いじゃないのかなっていうふうに思いました結局ではそれを見たいっていうのは、遺体の画像とかが好きな人とかが勝手に群がってるだけでしょう。うん、野村さんの最後の姿を見れて嬉しかったですみたいなリップとかもあったけど、いやいやお前ただただそれ見たいだけだろうみたいな、うんふうには思ったね。やっぱ、あの、生きてた時のね、まあ俺からしたらヤクルトの監督やってる時の姿とかさ、まあああいうふうな、 そのツイート系のやつ見てる方が、俺はそっちの方がいいけどね。だし、自分がもしね、亡くなった時に、そういう風に SNS でアップされるのは、本当に嫌だ、嫌だなと思う。普通に考えて。自分のね、亡くなっ 姿を晒されるのって普通の人はほとんど嫌だと思うよ。だから、俺はもう普通にこの人バカなのかなっていうふうに、まあ、思いましたね、ほんと。だからそれで賛否が起こってるのもおかしな話だと思うし、結局お前らそういうの見たいんだろっていうだけの話ですね。はい。うん。いや、ちょっと気持ち悪いなと思いましたね。そういう人がいるっていうのもね。はい。今日はそういった動画でした。たまでした。